ヤスコのマラソンおさわり、被害に日テレ回答、並走のガードランナーが対応いたしました。日本テレビ系で8月31日から9月1日に放送されたチャリティー番組、24時間テレビでマラソンランナーを務めたお笑いタレントヤスコ、26、が、沿道の男性から胸を触られたことを受け、同局が3日問い合わせに回答した。写真。 マラソン中も笑顔でファンさする安子チャリティーマラソンのゴール地点、両国国技館まであと400メートルの場所で、安子は沿道にいた男性から胸を触られ、その様子が生放送された。SNS などでは、セクハラだ、といった批判の声が出るなど、物議をかもしている。マラソン中のランナーの安全管理について、日本テレビに問い合わせたところ、 以下のような回答があった。ランナーに向けて手を伸ばした方がいましたが、並走していたガードランナーが対応いたしました。警備に関しては、所轄の警察と連携し警備体制を組んでおりました。また、ランナーと沿道の皆様の安全を守るため、当該エリアはロープを張った上で警備員を配置し複数のガードランナーが並走しておりましたと回答した。